まず高校生の時に専門学校に入ろうっていうのは決めていて、ここの学校の先生が紹介しに来てくださった時に、楽しそうな明るい学校っていうのを聞いて、学校生活で学ぶんやったら仲良く楽しく明るくっていうのがすごい魅力的やなって思って、この学校にしました。担任の先生だけじゃなくて、関わる先生みんながよく話しかけてくださったり、面白い先生が多くて、結構そこが魅力的かなって思ってます。今は舞台監督とか、制作のことでライブについて学んでいて、資料を作ったりだとか、ステージを組む時の図面を見て読み解いたりとか、そういうことをしています。他にもイラストのことを学んだりとか、コミュニケーションとかも就職に活かせるような授業もあるので、いろんなジャンルがあって、それも全部楽しいです。有名な K-POP アーティストの方のツアーを回らせていただいてて、そのツアーでは舞台監督として一緒にインターンをしてるんですけど、今はステージにとりあえず関わるっていうことからスタートしていて、一緒にツアー回らせていただいてます。すっごい大きい舞台ステージなんで、あ、こういう仕事つきたいなってまた思うようになってます。お客さんを楽しませるだけじゃなくて、スタッフの方もその現場に入って、この現場楽しかったよって言ってもらえるような、その厳しいだけじゃなくて楽しさも交えたような舞台を作れる舞台監督になりたいです。感動を与えられるステージを作る舞台監督になる。